ねえ見てよこのパーティー。おいその前に挨拶だろ。ってなんだこのパーティー。そんなわけで唐突に始まりました。本日は私とクエの2人で実況してまいります。担当局入に言うと今回のパーティーは薄ら影統一です。しかもあの超大物 S ランク妖怪もいますので期待大。冒頭からのこのテンポの良さ、わかる。今回は無駄に試合時間が長いからパーティー紹介は雑に終わらすスタイルだな。違います、今までがぐだりすぎていたので今回はサクサクポテト並みにあっさりといくだけです。でもボケ自体は脂っこそうで変わらなそうなのがつらみ。あ、出た。ゴージャス大使。ステータスが貧弱すぎると散々バカにされてますが、スキルや必殺は一応優秀な分類に入るので、つぶやきも素晴らしいステータスで大変感激ですね。このパーティーはみんなで取り付きまくって野郎で殴る。ネガティブーンは妖術担当だけどね。全体的に攻撃力が低すぎる。一周回って温厚なパーティーだ。ゴージャス大使は寝てください。よし10連敗までは余裕だな。前のプリティ統一の時もこんな心境だったのかな。まあその時にメンタル鍛えられたってことよ。ゆえ成長したんだな。負け惜しみ精神成長するとは。決めてできないわね。できると思うんですが。うわ出てきた。ああー皆さんどうもお姫です。急に出てきたと思ったら、なんかいつもと気がくなーい。いやー今日は薄ら影統一だから今日の私も少しダウナー気味でいきましょう。要するに落ち着いてるってことだよな。それなら感心感心。どうせ私なんて。ダウナーとは周囲の人間の気分を暗くする人のことを指す。おいいつも以上にめんどくさい姫だぜ今日は。しかも野郎取り付いたし。これは許されない。私が来たからよね。ごめんなさい。うわめんどくさ。やりにくいからいつもの姫に戻ってね。はいはーい。じゃあ戻りましては今回のパーティーまたもやカリカリベーコンがいますね。やはり太陽神ケアは怠れないということでしょうかゆいさん。しかもゴージャス大使のおかげか相手の妖怪はサボりという名の休憩タイムに突入だ。急にテンション上げすぎだしサボりという名の休憩タイムってなんだよ。しかも野郎はまた取引とか隠しあんのかよ。お二人とも仲良さそうでいいですね。今のどこを聞いてそう思ったんでしょうか。え、じゃあクエは私と仲悪いと思ってるの。ちょっとショックかな。え、いやその辛いではないし、ある程度信頼はしてるし。尻尾から湯気出てますよ、奥さん。かわいいかわいいす。ああもういいから今の現状を誰か説明してくれ。相手のバフはなんとか任せずに済んで、オクラを出されたからメイン妖怪は全員引いた感じね。やればできるじゃん。でもネガティブーン引いてないよね。何やってんだ。なんでこういう時に限って取り付かないんだよ。もうかわいそうに頭が狂ってしまったのね。でも姫は前から狂ってるじゃん。怒るよ。もう怒ってるじゃん。てかこれで実質アタッカーが野郎だけとかマジ重くないか。その役ね。そもそも今回のパーティーアタッカーが少なすぎるだろ。ネガティブにと野郎のツーアタッカーはリッキーだ。大体はメインアタッカー2体プラス壁剣アタッカーを添えるのがセオリーだぜ。お前らマジで今まで何してきたんだよ。ごめんね私何もできなくて。さっきからネガティブーンに取り憑かれてないか。早く野郎は殴ってよー。もうゆいは精神崩壊する妖怪にでも取り憑かれてるのかしら。元からだから安心しろ。違うわ。よく聞け。こうやって殴れ。野郎ベーコン野郎。ちょっと待って語呂が悪すぎて歌えない。今何の歌を歌おうとしたの。いや来たのはあんたらでしょうが。ちょっとよくわかんないんだが。バカクイエ。はぁ怒るぞ。いやいや絶対にいるか。小学生の喧嘩か。姫どいてくれじゃなきゃこの小娘を殺せない。イルカがドラゴンに勝てるのかしら。プップップ。ああダメだ、薄ら影の正気にみんな侵されてる。正気に戻って、なんつって。あれれ、イルカには難しいシャレだったかな。姫どいてくれ、やっぱりこいつは私が死ねる。ああわかったから、いつもみたいに仲良くしなさい。おーおーおーやろう、なんで物理を使わないの。今日は運が底をつき借金できないほど利子が溜まってるわね。あと右上の字幕は素性を表さない限り反応しません。勝手にないけど。じゃあ何かこの状況を打開する方法あるのかい。確かに一番まともな作戦だな。二人とも何を話してるの。ああ右上の字幕はなぜかゆえに見えないんだった。なんかの伏線なのか。とりま今はダメージを抑えて戦うべしとのこと。よくわからないけど合点承知。合点つける割には疑問系なんだな。何か言いたいことでも。ゆえって角の長さを除けば私よりも絶対だよな。しまくぞ。ああはいはい仲直りしなさい。姫よ身長壮大。今は見返り使ってないでしょうが。おい姫を食えば身長伸びるらしいぞ。私は人魚じゃないし食べても伸びないから。でも食べたら頭悪くなりそう。ヌーベイの矢を引くにじゃねえんだわ。なんか今日の姫はツッコミ側なんだな。お疲れ様んさ。お願いだからクエはツッコミに転職し直して。これで姫も私の苦労を理解しただろ。いや全然。は
あれ、鼓膜破れた記憶ないんだけどな。ここからなんとしてでも笛を突っ込みに転職させてやる。マジでめんどい。うおー、相手が取り憑かれてる。今がチャンスー。言うは定期的に頭のネジ外れるし、そのネジを売って人儲けしましょう。お前は一体何を言っているんだ。うおー、そんなのはどうでもいいからやろう。頑張れー。まあそろそろ見せ場は欲しいですよね。確かに粒のは取り憑かれてたが、やったぜ倒したぜ。さすがにダメージ2倍補正入ってるんだから倒してくれないとね。解説すると野郎のスキルは取り憑かれている相手に対して与えるダメージが2倍になるというものです。一見するととんでも強スキルだが、野郎が殴る前にお払いされて全然スキルを発動させられないぞ。野郎、お前も不遇にならないか。野郎は上級者が使えば化けるから不遇じゃないぞ。じゃあクエが野郎を活躍させるパーティーを考えてきてよ。おお、とうとうネジが2桁は取れたんじゃないか。ボロボロ落ちてて草。てかや行子の必殺の後に殴るのがベストなんだろうけど、なかなかうまくいきません。そりゃ行動順読んでないんだから発も多いだろうさ。読んだところで取り付きや妖術しか使ってくれないんだよな。妖術や取り付きをすることも読んで指示するんやで。それはおかしい。やはりクエは天才じゃったか。バブブ。おい、今一人赤ちゃんになってたやついたぞ。バブー。あー、これは幼馴染のクエと天と地の差を見せつけられて精神崩壊したわね。私はプレイングの基本を話しただけで友達を幼児対抗させたのか。てかさ、さっきからカリカリベーコンの技弱くない？確かにかに。だってカリベーの技レベル全部1だし、そりゃあな。おい、今なんつった。あー、これは間違って育成してない方を連れてきてしまったパティンだー。な、何やってんだ！おしろもー！なんだよ、初代ホカゲは関係ないやろ。あー、もうこれギリヒンだよー。殴れ。やったぜ。うわ、おい火力。だが倒せない。根性見せろ。ユイがその前に根性見せてみてよ。今から遠征戦行ってくる。それ急根なんだわ。待って、今のでよくわかったな。私、サスクエ。サスクエ。なんだよサスクエって。さすがクエ尊敬できる。さすがクエ愛してる。ああ、また私がツッコミになってる。あれ、ネガティブン消えちゃった。お前のプレインズがネガティブンを退場させたんだぞ。でも私認めないから。お前マジでひねかしてきたぞ。少し改めろ。いやいや、その発言私がやべえやつみたいな言い方じゃんさ。困っちゃうんでー。ひね。1たす1は？味噌スープ。これは手遅れですね。そして野郎の活躍も今更手遅れですね。今更活躍してももう遅い。なぜならサドンデスに入るから。新作なろうかな。一応ここまでで2人に聞くけど、今回の MVP は誰だと思う？カリカリベーコン。私もそう思う。うすら影族最強の壁ってことで、いろんなし、アメフトウサチョウも忘れるな。そういえばいたな。なんで今回使ってないんだよ。このチャンネルで使ったことあるか怪しいくらいには使ってないんご。単純に存在忘れてた。地獄のアメウサもあの世で泣いてるぜ。このチャンネルの妖怪はみんな地獄行きなのか。私は違うけどね。大地獄だもんな。なんでだよ。じゃあその時はクエも絶対に連れていく。ナローニャンを生贄に私は生き残る。このチャンネル一番の被害者はナローニャン説。この前720時間労働させたら発狂してたお。一桁間違ってないですかね。7200時間の間違いだろ。あれれ、今度は私がツッコミになってるぞ。そしてなぜかサボルバカズキンに感謝。次のスキルはあの世に置いてきたカンスト火力最高です。まあ、たサドンデスパーティーになっちゃったよ。やっちくせって言いながら切りつける神様もいるし。ここさすがに太陽神の必殺警戒で移動したね。一応このパーティーの看板妖怪である野郎にはやられてほしくないから。そんなのゴージャス大使が看板じゃないみたいじゃないですか。縁の下の力持ちだろ。あの細い体で。でもこのままだと大使本当に何もせずに終わるんだが。中盤必殺撃ったから。ほら、これもゴージャス大使のスキルでサボったのよ。わかったからぐいぐい拡大すな。なんか酔いそう。はいはいはい、うすら影統一でも、ゴージャス大使がいても、勝てます。以上、おやすみ。やれやれ。